こんにちは、いおりチャンネルです。今回はいわゆる激安葬儀と言われているものの実際についてのお話をちょっとしてみたいと思います。で、まあ私の自宅なんかにこうチラシが入ってきたりするんですけど、で、あとね、このチラシを入れた会社で実際にやった方の お見積書もね、拝見したんですね。で、分かったことがあるんですけど、まあここはですね、直葬8万8000円というふうに歌ってるわけですよ。8万8000円ってすごく安いですよね。ところが、このドライアイス、1日あたり4000円別途です。安置費用、1日あたり9800円も別途です。で、これ税抜きなので、この2つ税込みでもう1万5000円以上かかるわけですよね。で、あとはさらに搬送費用。まあ、例えば病院で亡くなったら病院からその安置場所までの費用ですね。これも別途です。で、しかも距離に応じて値段が上がるわけですね、計算して。まあ、こういうのが実態なわけですよ。で、例えば、1万5180円が、まあ、別途かかるわけですから、中5日空いたらどうですか？もうこれで7万5000円プラスになるわけですよ。で、さらに、この距離に応じてね、2、3万上がっていったら、これまあ税込みしたらもう9万6000円ぐらいですから、まあ約10万、17万5000円、もう20万ぐらいあっという間にいっちゃうんですね。ですから普通の一般的な価格の直送料金と変わらないわけですよね。でも、なぜこういう表現をするかというと、これでお客様の気を引きたいから、もうそれにつきます。まあもちろんね、私どももそうですけど、小さな会社、あるいは、創業したての会社が葬儀の仕事を取ろうと思ったら、いろんなことやらなきゃいけないわけですよね。例えば紹介サイトに登録をするとか、まあ、そういったことをやっぱりする必要はあります。だから、それということで集客を狙ってやってることだと思うんですけどね。ただ何度も何度もこの動画でも言ってますけど、これを見たお客さんはこれでできると思っちゃうんですよね。で、そのチラシの中に、別途かかりますっていう話がもしなければ、あるいはお客さん書いてあってもなかなか目にし、なんでしょうね。都合のいい数字しか見ないんですよ。そういう時って。ですからこれでできると思い込んでしまう。まあもちろんね、じゃあそこにお願いしてっていう時にこう説明をしていけば、あ、なるほどってことわかると思うんですけど、まあそれで納得される方もいるでしょうけれども、なんか釈然としないなという感じを持つ方も多分いらっしゃると思うんですね。ですからね、まあ私はこの表現というのはどんなものなんだろうなというのをね、感じざるを得ないわけです。で、私の動画といったら、もうこの辺の費用全部込み込みの費用を出してるんですよ。しかも税込みで表示してますんで、もうそれだけです。特に直送というのは、オプションがなければもうそれでおしまいなんです、金額はね。それ以上はもう絶対かからないわけですよね。どっちがお客様にとっていいのか、ね。まあこれはもちろんお客様が決めていただくことですけれども、後々のね、トラブルとか、そういうことが、想定できるんであればですね、なるべくそういう表現はあまり極端にしない方がいいのかなと、私は思ってしまいます。はい、今日は以上でございます。